津澤由美と愉快な仲間たちです。愉快な仲間たちの菊池さんと響くんです。お願いします。6月1日は、この3人でアコースティックライブを令和初ということで、はい、歌いたいなと思ってます。今回の聞きどころをじゃあお二人に聞いてみましょうか。どうですかね。まああのもう名曲と呼ばれる曲がたくさん、ねね、集まってますよね。ねえ、なんかね、また違った感じで一曲一曲ね、歌ってる、間違いないです。感じです。はい。で今回なんかイメージトレーニングなんかあったんですか？こういう感じ。まだ2日目なの。合わせて2日目、はい。今日は初だからね。2日目、アーティスト来て初日ですからね。そうだね。まあ、正直イメージすらないっすよね。これからです。え、でもなんか今日やった感じで、あのほら、あの兄貴の曲もそうですけど、そうですね、ちょっと大人っぽいイメージが、はい、あるなと。なんかもうだって私もう来る前に最初ほらね、みんなの2人のあの、リハーサルの音源送ってもらったんですけど、すごいもうなんか出来上がってる感じがした。いやいや、これからですね。まだ2日目ですから、ね、っていうか曲が決まってからすぐだもんね。そう、ということで、あの私もうほんとなんかあれだもん、普段歌わないような感じの歌を今回歌うから。そうっすね、はい、そうっすねって今どれなんですかね、どれなんですかね。いや、もうほら子供の頃聴いてた曲っていうのはもうなんかこうすんなり、ほら昭和歌謡じゃないですけど、平成の初期の歌がこう歌えるっていうか、もう湯気って前にもそうだけど、もうほら体に入ってるけど、なんか新しく聴く曲はやっぱりね、聴き込まないとですよね。そうだね。だからみんなにさっき聞いたんですよ、なんかどれぐらい毎日練習してるんですかっていう。すごい、あのほぼ起きてる時間、みんなね、音楽、まあ、練習じゃないですけどね。でも触ってるってことがすごいこう、まあ、触ってはいますね。仕事だから仕事だからですでもなんか私ほら自分で覚えなきゃって聞いたりとかしてるけど、はい、耳とかも疲れないですか？そんなことない、慣れちゃってるんですかね。すごいね。体調悪い時とかなんかあれですよ ね、うん、ダメだったりしますよね、耳は。うん、けどまあまあでも慣れっすよね、慣れ、なんか私最近本当いろいろ気がつくことが多くて、リアルにそのほらあえて自分の声聞きながら練習したりとか、やっぱ地道なことしないとダメですね。例えば。例えば何しましょう、地道なこと。だからちゃんと歌うとか聞くとか、まあめっちゃ基本的なこと。ああ、そうですね。二十何年間やってきて、はい、あの改めてこう思ってですね、あの毎日マネブレしてます。はい、はい、ということで6月1日はみんなと一緒にね楽しみたいなと思います。ライブ後にはあのみんなで、あの前も前回もそうだったんですけど、あのほら残ってるみんなと乾杯しながらオフ会をしてたんで、今回もできたらね、いいなって思います。はい、ね、はい、みんなで乾杯したいです。ということでぜひ遊びに来てください。チケットのご予約も早めに、予約してくれると嬉しいです。じゃあまたねー。